皆様こんにちは。50代からのベリーダンス、高浜原由紀でございます。この動画は私のレッスンクラス50代からのベリーダンスを受講してくださっている方々のための歩行、ご自宅での復習用として制作しています。ダンスを踊ったことのない人が50歳からベリーダンスを始めるという想定で作ります。まず踊るための体作りから始めます。50代からのベリーダンスは、健康法でもあり、体作りと姿勢の整え方はとても大切です。私の場合は中国式の丹田の考え方、五丹田説、そして日本の武道の体作り、五道錬成法を踊るための体作りに応用しています。この体作りと姿勢の整え方をご自宅で毎日行っているということを前提にして、ダンスの動きへと発展していきます。なお振り付けは著作権の関係で動画では実施しません。振り付けはレッスン会場で楽しみましょう。